こんにちは。本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介したいと思います。アカウント認証を行ってください。です。まず最初に詐欺メールの内容を紹介したいと思います。その後、詐欺メールの中にあるリンクをクリックしたらどうなるかを試しています。こちらの動画をご覧ください。こちらは詐欺メールです。差出人は amazon.co.jp 件名はアカウント認証を行ってくださいとなっていますね。 内容ですけれども、お客様、いつもご利用いただきありがとうございます。新しいデバイスからお客様のアカウントへのサインインが検出されました。日時がこちらですね。デバイスはこちら。付近がこちらです。これがお客様ご自身による操作だった場合、このメッセージはミスしてください。ご本人の操作でない場合、アドレスを、ID 情報を更新してください。そして、リンクになっています。 先ほどの詐欺メールのリンクをクリックすると、こちらのような警告画面が表示されます。偽のサイトにアクセスしようとします。こちらのアドレスでは、悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報、パスワード、電話番号、クレジットカードの入力といった危険な操作を行うよう誘導される可能性がありますとなっています。そして、この安全でないサイトですね。これをあえてアクセスするとどうなるか。こちらのように、Amazon のですね、ログイン画面が表示されます。 これはあ偽サイトになります。以上です。いかがでしたでしょうか。今回の詐欺メールの件名ですけれども、アカウント認証を行ってください。です。今回は久々に Amazon の詐欺メールを取り上げました。Amazon に関する詐欺メールにもいろんなパターンがありますので、くれぐれも注意してください。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございます。